こんにちは、ウェンです。今回も前回に引き続き土用の丑ということで、あれをいただきたいと思います。土用の丑といえばうなぎですよね。今回は、ご飯にうなぎを乗せて、さらにタレと山椒をかけていただきたいと思います。いただきます。
ということで、2回目のうなぎご飯このように完食しました。ごちそうさまでした。毎年1日、決まっている土曜の丑の日に食べられないかなと思って、今回この動画を企画したわけです。まあ、僕も、普段の食事であるね、こないだも言いましたけれども、うどんや、豆腐ばっかり食べてるんですが、まあ、やっぱりここたまにはこういうね、まあ、あのお弁当とかね、こういうご飯を作って、今回のようなうなぎのご飯を作ったりして、お弁当とか、まあ、今回のようなうなぎを買ってきて丼にするということをやっております。まあ、本当にこの真夏、この今ね、今いただいたうなぎを、まあ、このな、まあ、この夏もね、夏バテにしないようにね、あの過ごしていこうと思っております。以上、土用の丑ということでうなぎを買ってきて丼にした企画を2回に分けてお届けしました。ご視聴ありがとうございました。